森大輝くん6歳迷子センターに森大輝くんが6歳の森大輝くんがいます。お心当たりの方、ご家族、お家の方、お迎えに来てください。森大輝くんは迷子センターで待ってます。させていただきます。天栄村の森大輝くん6歳、天栄村の森大輝くん6歳が迷子センターにいます。お連れの方、至急迷子センターまで森大輝くんのお迎えにいらしてください。よろしくお願いいたします。まだ盛り上がっておりますが、ステージの方も注目してください。もう泣いても笑っても、あと2ステージとなっております。全国ご当地キャラさんの PR タイム、変わっても4キャラさん、またまた芸達者なキャラさん登場しますので、皆さん大きな拍手で迎えてください。それではまずはトップバッター、宮城県から来てくれました、むすび丸、どうぞ。結びつかないんだけど、結び丸です。皆さんよろしく。さあ、ということで、なんかラブリーに出てきてますけど、戦国武将ですよ、こう見えてもね。伊達政宗公の兜をかぶって、ああ、なんか手震えてる、なんか手震えてる。ガクガクしますよ、ガクガクしますよ、はい、大丈夫ですか、はいはい、ですか、はい、しまいましょう、しまいましょう、ね、はい、じゃあ、はい、他のキャラさん呼ぶんで、ちょっと立ち位置戻ってもらっててもいいですか。はい、お願いします。すんません、すんません、ありがとう。さすが武将なんで、律儀でございます。お兄様、じゃあ後ほど紹介よろしくお願いします。さあ、それじゃあ続いてはどんな感じで出てくれるんでしょうね。楽しみ楽しみ。じゃあ、いきますよ。岩手県の陸前高田市から来てくれた、高田のゆめちゃん、どうぞ。見てもらっていいよ。あ、お姉さんもせっかくなんで、もうくるっと回ってもらってもいいですよ。はーい、あら、かわいい、ラブリー。結び丸、やっぱりこういういでたちでさっきのこれやるとかわいいんじゃないのね。あ、もういいから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 じゃあ、ゆめちゃんもよろしくね。はい、じゃあちょっと下がって、他
かなキャラさん待っててください。さあそれじゃあ続いても皆さん元気に呼んであげてくださいね。愛媛県今治市から来てくれた今治ゆるキャラのバリーさん、狭くなった気がするけど気のせいかな。相変わらず元気に育ってますね。夏痩せとか知らないんでしょうね多分ね。よろしくね、バリーさんです。じゃあバリーさん、お姉さんを倒さない程度に後ろに下がってくださいね。さあもう一キャラ上がってもらいます。今度も可愛いですよ、バリーさん。さあそれじゃあ行きますね。変わっては新潟県新潟市から来てくれました笹団子。ゴンゴン笹団子、みんなの笑顔が大好き。ゴンゴン笹団子、笹団子相変わらず元気ね。まず他のキャラさんの PR から元気に聞いててね。それではお待たせ、先ほどラブリーなポーズで登場してくれた、まずは宮城県のむすび丸 PR タイムからスタート、どうぞ。はい、どうもこんにちは、宮城県からやってまいりましたむすび丸でございます。ありがとうございます、ありがとうございます。 ありがとうございます。むすび丸はですね、何、いや、ありがとうございます、よろしくお願いします。こう見えてですね、私の上司でして、最近出世して課長になりました。仙台宮城デスティネーションキャンペーンではたくさんのお客様にご来場いただきまして、その成果が認められましてですね、なんか経済効果とかも出されて、経済効果90億円という話になって、90億円だったら課長にしてやるかみたいな話になって、ついに課長に昇進いたしました。ジュルーリッツ、カレーのことばっかり考えてるんですね、すいません。宮城の美味しいお米でできたこのお顔と、それから伊達政宗公の兜の飾りをつけています。はい、伊達政宗公といえばですね、今からちょうど400年前に、伊達政宗公の部下であります、聞いてねえだろ、おい聞いてねえだろ、おい、あ、いや俺が喋れっていうことですね。長谷倉常長という人がおりまして、長谷倉常長ですね、石巻の月の裏からですね、スペイン、ローマ、スペインとあとメキシコとの交易、それからですね、宣教師を派遣してもらって、全然聞いてねえじゃねえか、聞いてますか、大丈夫ですか、すいません、こっちで和んでました。 PR する内容にちょっと合わせてなんかこう動きとかないんですか。あ、そのサンファンバウティスタ号というですね、船を出版したのが今からちょうど400年前になります。で、その402年前に慶長大地震というのがございまして、大津波に飲まれてというのがあったんですけど、そのわずか2年後にサンファンバウティスタ号を出版してですね、スペイン、ローマとの交易を図るために出版したから、ちょうど今年で400年ということで、いろいろなさまざまなイベントがございます。仙台市博物館ではそれに合わせまして展示が行われましたりですとか、ミュージカルが行われましたりですとか、オペラがございましたりですとか、聞いてねえだろ、いいですか、いいですか、続けても。はい、リアル宝探しゲームというのもございまして、今回宮城県でやるのが第2弾なんですけれども、サンファンバウティスタ号と、いいですか、あ、そうですね、忘れちゃったし、そういうリアル宝探しゲームというのもですね、10月からございます。仙台宮城ではですね、今年でその慶長遣欧使節団出版400年となっておりますので、さまざまなイベントが行われます。ぜひ皆様、仙台宮城にどうぞお越しください、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。PR できましたか。あ、大丈夫です、ごめんなさい、ちょっと遊んでます。すいません、ありがとう、むすび丸。いや、そんな、ちょっとむすび丸のファンに私ほらつつかれちゃうじゃないの、それは後でこっそり。むすび丸でした。さてね、ちょっとね、ゆめちゃん
ちゃんちょっとだけ時間ちょうだいね、ちょっと迷子のご案内もう一度させてください。すみません、森